あいつめ、驚くぞ。こうして私が元気になって遊びに来たと知ったらな。百兵、緑の実の砂糖漬けは持ってるな。あいつにはまだ言わねばならん大事なことがあると。なんだ、門番がいないな。それに妙に静かだ。はあ、なんだ今の。呼吸？これは。やめんか、この恩知らずが。国王、早く大逃げに。このようなこと、やめ。あれ、魔女様じゃないですか。お久しぶりですね。どうしたんですか。やだな、無視ですか。弟子のルッキーニーですよ。ちょっと遅くなっちゃいましたけど、王宮の人間は皆殺しにしましたよ。もう魔女様を殺そうなんて誰も考えませんよ。誰もいないから当たり前なんですけど。あと微妙に巻き添えが出ちゃいましたけど、まあ許容範囲内ですよね。お前、あれ、魔女様どうしちゃったんです。褒めてくださると思ったのに。僕もこれで魔女になれるのかな。まあどっちでもいいですけど。あ、そうだ、紹介しますよ。僕の父さんです。王国で下働きをしてたんですけど、大出世しちゃいまして。まあ今じゃ義王って名乗るって聞かないんですけど。自分で偽なんていうのがかっこいいとか思っているんですかね。うーん、ローナ、誰と話してるんすら。お前、あれ、すでにお知り合いでしたか。普段はベルダさんの作った薬で姿を変えていたんですよ。ちょっと変わっちゃったから見てもわからないかなって心配したんですけど、奇遇でしたね。国王になるのが夢だったみたいなんですけど、ゲナンが一瞬にして国王って 笑えますよね。ビスコはどこだ。おお、あたしのリカちゃんすら。おお、そうだった、あたしにはリカちゃんがおったすら。ちょっと父さん、臭いんだからひっつかないでよ。もう一度だけ聞くぞ、ビスコはどこだ。父さん、王家の血が欲しかったみたいなんですけど。あ、やっぱり種族だからですかね。失敗しちゃったみたいです。このサイズだから当たり前といえば当たり前だったすら。気がつくべきですよね、普通なら。そうすればお姉さんで失敗した時にビスコさんに切られて、あんな大騒ぎにならなくても済んだのに。
ランナ、そう怒るなすら。そうだ、リカちゃんにお友達からメッセージだよ。ほら、犬姫ちゃんがバイバイって。おい、来たすら。これって指定対決ってやつですか。お手柔らかに頼みますわ、お師匠様。邪魔れ、消し詰めにしてやる。あたしはリカちゃんの方が良かったすらが、まあこの際お前さんでもいいか。リカちゃんとは後で楽しむとするすら。まずはこっちからすりつぶして食ってやるすら。さすが魔女様。でもちょっと爪が甘かったみたいですね。僕にかかれば負けたふりなんて簡単なんですよ。だって僕は星読みのルッキーニーなんですから。完成星読みのルッキーニーなんですから。100年に1人、いや千年に一人と言われる才能なんですよ。さすが、あたしの自慢の小ずら、よっ、ラナちゃん。星読みの天才、完全なる未来予知、一族の誇り。うるさいですよ、父さん。完璧な未来予知、悲しい未来の予測。でも変えられない、何も変わらなかった。あなたならもしかして、そう思ったんです、魔女様。そして何も見えない百鬼兵さん、あなたたちなら。でもあなたたちは僕の期待を裏切った。裏切ったんだ。ほら、もうすぐ百鬼兵さんも時間切れです。
5、4、3、2、1。くそ。待ってろよ、ピスコ。時間切れです。結局、百鬼兵さん、あなたが何者か分からずじまいでした。別にもうどうでもいいですけど。いたたたた、いくすら、ラマ、あたさらを国民が待っているすら。待ちなよ、父さん。王様があんまりはしゃいでると、様にならないよ。